ということで完成しました。じゃ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 ーん。おー、結構なんかそれっぽい感じにできました。イエー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 。はい、それでは皆さんご一緒にいただきます。はい、熱い熱い、たっぷりチーズにしました。熱い熱い、ピエ、あ、でも、あ、熱い熱いけど見せたい。ああ、やっぱ全然前にご紹介した文もじゃ、あ、前にご紹介した文もじゃとはやっぱ全然違いますね。太さも長さもなんかプルプルな感じも全然違う。このチーズがめっちゃいい感じ、最高。いいね、いい感じ。いただきます。熱そう。うん、すごいすごい、なんかもう、なんだろう、お餅でもないしトッポギとかでもないし、なんかほんと、もちゅみたいな。なんだろう、なんだろう、難しい。でもほんと、なんだろう、ゼリーと餅の間みたいな感じですね。あと結構いい感じに、トッポギのタレ、良さげな感じで作れました。めっちゃ美味しい。すごい。太いし、プルン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 って感じですね。あのスープもすごいいい感じにできました。うん、美味しい。大成功大成功。前回めっちゃ辛かったんですよ。前回めっちゃ辛かったの。なんか韓国人のお友達にレシピ聞いて、それの通りに作ったらめっちゃ辛かったんですよ。でそれを踏まえてそれを踏まえた上で、なんかある程度これぐらいの辛さならいけるだろうなっていう感じで今日は作ったので、程よい感じ、いい感じです。ちょっと長いので切って、みー、すごい、
いいな。めっちゃ合う。めっちゃ合います。ウインナーとめっちゃ合う。長い、すごい熱い熱い熱い。あ、ゆで卵、そうだ、ゆで卵終わったんだ。ゆで卵、今日はお水です。いや、日本で販売してほしいですね。なんか面白い、食感がすごい面白い。もちゅもちゅって感じ。
あ、あれ忘れてた。あれ忘れてた。完全にあれ忘れてた。ちょっとあれを作って持ってきます。はい、ということで、リアルにマジで忘れてました。でも、これのために買ったと言っても過言ではないものを買ってて、それがですね、業務スーパーに売っている、この春雨入りの海苔巻きですね。韓国で言う、韓国名称で言う、キムマリ?キムマリってやつですね。ちょっと急遽だったので、揚げずに、レンジで、ちょっと急遽だったので揚げずに電子レンジでチンしてからごま油でちょっとだけ焼いてきました。はい、まずこのまま食べてみますね。いただきます。中にこんな感じで春雨がたくさん詰まってます。おいしい。薄味ついててこのままでも美味しいです。でも多分こういうのにつけた方が美味しいんですよね、絶対。合う。これは美味しい。美味しいわ。韓国の方の食べる動画を見るとこういうトッポギ系のソース系の料理の時に大体こういう揚げ物を食べてるんですよ。その理由がめっちゃ分かりました。めっちゃ合う。入れちゃおう。ラストな感じ。ラストウィンナー。美味しいな。ラスト分もじゃです。ごちそうさまでした。